おまけの貯金箱、おま箱。プラス支出が出ちゃったよ。貯金箱開けたのに。本当だ。貯金箱を開けたのに、まあ7万円ぐらい足さなきゃいけなかった。まあ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 、そこはね、この貯金箱をきっかけでお金の使い方と再度向き合いました的なね。うん、まあ。これ。あらららら。これ。何してくれてんねん。これ銀行に持って行ったら。うん、同額のそのいい感じの札と書いてくれるんですよね、確か。うん、了解できる。了解、うん、でもね、最近はなんか店舗によっては断られる。ダメか。あのやっぱり迷惑だから。ああ、のだからなんだっけな、そこの銀行で口座を持ってれば、うん、振り込みにはできますみたいな。はいはいはい。感じかな。うん、両替だけはちょっとできませんもあったりはする。なるほど。銀行さんによるかな。最近は金かかるって言いますからね、両替にまた。ああ、まあ手間がね。値上げとかだったっけな、両替賃。これこのまんま馬券買いに行ったらすげえ嫌がられるだろうな。これで？うん。多分レース終わっちゃうよ。買ってる間に数えてはくれるから。いや、確かに。うん、今は買うのすげえ簡単になって、もパソコンとかでそうだよね、ポチポチってやるだけで、あれなんかスマホでもいけるんじゃない？あ、いけますいけます。しかもなんか、ね、いくら払うみたいな感じじゃなくて、もう銀行の口座と直結してて、おいおい、銀行の口座あったから入って出して買ったら入って入れるんですよ。あ、そんなのお前底なし沼やないか。そうだからね、びっくりしちゃうよ。より吸い上げることに特化しとるやないか、そんな。いや、でも勝った時もう脳汁出まくりですごかったよ。ほんと、うん、いくら買ったことあんの、うん、俺、ブグちゃん。俺、まあ、いつだったか、あれ、何レースだったかな。前は確か、それこそ、その時15万ぐらい使って、お確か59万買った。すっごっ。競馬ってそんなになるの？すんご。まあ、かけた額がでかかったからね。その時は三連複と三連単と単勝全部当たったから。おお。じゃあ倍率的にはそこまでじゃなかったんだ。あ、そのレース結構倍率高かった。倍率も良かったんだ。そうそう。で、当たったのが結局当たった券にかけた金は多分1万円ぐらいだったんですよ。だから1万円が60万円弱ぐらいに増えたから。じゃあ大きいね。へえ。声優さんもね、万馬券引いてる人何人かいるもんね。出してましたね。あ、当たるときめっちゃ派手に当たりますからね、ああいうのって。あ、俺そうだな、生産聞きに行こうかな。やっぱ正解だろ、うん、いいと思います。なんか、凛ちゃんとかすげえ確率で当ててるらしいから。へぇ、反則じゃない？え、反則じゃない。同業者だから、ただの。お前もなんか聞けよ、その辺の人。いや、言うけど俺競馬で本出してるおっさん知り合いに。じゃあそのおっさんに気が入る。それが一番チートだもん。そういう人当たってたら大金持ちになってるはずでしょ。まあ確かに。別に特に金持ちではないですよ。もう本書いてないよね。うん。お前は潰そうとしてるのか、その人。うん。まあ難しいよね。うん、だって生き物が走るわけだからね。そう、うん。生き物にかけてるわけだからね。うん、何があるか分かんない。いやー、これね、もう。競馬おじさんたちは今回のこの回を見て、うん、うおーってなってる。盛り上がってるわけだよ。なってるかな。うおー、すれ、うおーって。飯まずになれ、うおー。他人の不幸を願うのか。そう。あ、でも YouTube はもっと派手にかけてる人いくらでもいるから。まあ、いっぱいいるからな。別に、実に中途半端な額をかけようとしてるなと思う。思われてると思います。本当？ 10 万よ、10万。10万よ、だって。1000万かけるとかやってるもん。1000万で遊ぶ？大きいレースで1000万かける動画撮りましたとか、やっぱりそういう人たちいっぱいいるから。10万って大したお金なんですよ。大したお金を我々かけようとしてますからね。それでも少ないなとか思わないでくださいよ。10万は相当ですよ。うん、いや、それは相当よ。我々の一般庶民から考えたらね。まあそうね。やっぱ YouTube で見るとすごい高額でやってる人たちはいるから。俺らは YouTuber ではないから。うん、YouTuber ではないから。そこは予防線貼っとくよ。ブグちゃんが1万かけて60万儲けてるのは、単純に俺ら10万かければ600万くらい儲かるから。全部当たればね。そうね。うん。だって俺は14万吸ってるわけだから。50万くらい勝つまでに14万の投資が必要だったっていうことか。
15万円分買って当たったのが1万円分だけだった。残り14万円はまあ一応消えてますっていう。はい、14万消えても1万当たればそんだけ回収できるんだったら、これは割のいい遊びじゃないか。うん、俺は結構そういう気持ちで遊んでるけど。いける10万もあればいけますよ。そのうち1万が大当たりすればいいんですよね。どうしようかな。5000万ぐらい買ったら。税金何割？5000万買ったら。税金結構高そうだよね。翌年の税金が半分くらい持ってかれるんじゃないですか。2000万くらい持ってかれるんじゃないですか。そんなに？ね、皆さん我々は常識的な範囲内、健全な範囲内でね、まあ、ちょっと、ちょっと戦ってみようと、馬の世界に貢献しようと思ってますんでね、はい、楽しみですね。興味ある方はお付き合いください。かけたことがないから楽しみです、はい。